おい、どうもシルクロードです。今日はんだほくんが来てくれました。あ、なんかバイトないと思ってたらやっぱあった的な感じで10分だけのために家に来てくれました。そうです。なんかどういうテンションでいていいかわかんないです。最近は何かありましたか？最近ね、会ってないからね、うん、まあそう、あれこの間学校、俺野球やってるから、そう、なんだろう、学校の試合で、なんかあるグラウンドに行ったら、なんか変な集団が、前、そのグラウンドが1個しかないから、その前の団体が試合やってて、うん、で、なんか変な人たちがいるなと思って、結果的にはその、芸人さんの集団で、藤森とか、あのオリエンタルラジオの、ああとか、あのデニスの、うん、突き出しがポップコーンの人、そう、突き出しがポップコーン、あの上野幸男とか、うん、有名な人だったら、アントニーがいて、うん、でなんかそれ、まあ、知らないで最初試合見てて、ネットの裏で見てたから、なんか結構変な野球やってんなと思って見てて、うん、なんか友達がその変な黒人に話しかけられたって言われて、で 何聞かれたのって言ったら、あのバッティングフォームを教えてもらってもいいですかみたいな風に聞かれて、打ち方教えたんだって、うん、でしばらくしてそいつが打席入ってずっと見てたら、そいつバッティングフォームめっちゃ教えたのに打席でバントしたから。それはアントニー、それがアントニー。おいバントしたよあいつ、変な黒人とか言って。散々レクチャーしたの、散々レクチャーしたのに、そう、アントニーバントしやがって。なんかいい話持ってきたね最近。まあそれが一番でかい感じのやつ、でかい感じ、あ、でかい感じのやつ。いいな、なんかそんな面白い感じのやつあって、うんうん、まああと急遽バイトが入っちゃったぐらいか。今日なせーすごいな、せーじゃねえや。最近マジで何もないよ俺、ほんとに。何あったっけ、心霊写真撮れたぐらい。え、うん、怖くね、うん、どこで、ここで4日前ぐらい、違う、千葉県の何だっけ、あれなんていう駅で、うん、そう、友達の写真撮ったの、うん、パシャって、うん、したら駅なんだけど、友達はこうやってやってる、こっから顔がポンって出てんの。女の人なんだけど、でそこ人入れないの、人入れるっていうか、まあ窓もないし、で壁にこうちょっとついた感じでそいつやってたの、ピースを、うん、のここからがっつり頭ポコって、怖っ、出てきてて、怖っ、帰りの電車でそれ気づいて、いやめっちゃゾッとするやつね。友達と見てて、これそれじゃねっつって、それだなんて、そいつにパッて見せたら、俺を巻き込むなよっつって。俺寄せやすいみたいなやつあるじゃん、だから俺を巻き込むなっつって。なんかやめて、あとでこれ見たらこの辺にいたりとか、あるかもしれないよ、やめてね、アントニーが、アントニーバントしちゃうからなんでバントしてんだよここで。うん、怖いのダメだから、うん、結構どっかに映る可能性もなくはない、ね、うん、あの心霊スポットの動画の時とか、うん、動かすの楽しんでたけど、うん、実はめっちゃビビってた俺。あ、そうなの、ぶっちゃけたね、だいぶぶっちゃけてたけど。じゃあさ、依頼でさ、うん、楽しかったっていうか、まあいいよ、何でもいいから、うん、何とか何とかベスト3みたいなのある。あ、俺また俺からじゃ言うわ、俺から、うん、俺から言わせてもらうと、痛かったベスト3。なんか分かる分かる、いろ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 ある。痛かったベスト3。3位ドラゴン花火。だいぶ浅瀬だった。そう、あれ深いと思って飛び込んだら、速攻さ、なんかめっちゃ鋭利な岩あってさ、アキレス腱ズーンなって、本当にブチ切れるかと思ったのあれで。なんか火が上から落っこってくるし、わーってなってあれ、ね、うん、それは動画の方であるので見てください、まあ、2位がパイナップルとかね、あれだ、いろんなもので頭叩いてみたやつ。パイナップルは頭マジへこむ。大根もやばかったし、うん、レベルアップのあれがおかしいもん。そう、ちょっとね、多分大根の方が下だと思ったんだけどね。、うん、でネギは目に入るし、あれ痛かったっすね。パイ、うん、1位が、1位でもなんか、じゃあ俺なんかいっぱい選択肢があるんだけど、あ、まあ結構痛い思いしてるから、ね、クラッカーとか絶対痛かったもん。まあ痛かったよ、確かに、パチンって痛かった。ただ1位は譲れない、炎の上走ったこと。出た、バーニングロード。あれだ、あれだ、あれだ。
あれだけは譲れん。あれな、燃やすためになんかそう枝とか敷いてたからね。ホイール、あの銀のアルミのホイール、あのもっしゃもしゃのなんか木、うん、油、うん、着火っていう。でそこを素足で走って、あの右のこの指が全部皮膚がつながったっていう。えぐれてたもん、ね、そう、やけどして、うん、で全部日高屋でここの皮を全部つついてね。つまようじ、そう、つまようじで全部つついて、あれが半端じゃなく痛かった。医者からも、こんな日本にバカなやついたの言われたぐらいでした。認められたね。認められた。じゃあ、んだほう、これなんだろう、くだらないベスト3じゃね。くだらないベスト3、はい、はい、はい。くだらないけど面白かったよね。うん、うん、鬼ごっこじゃね。あ、まあ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 、何やってんの、あれ違う意味で言いたいよね。そうね、何やってんのこいつらみたいな。あー、そう、なんかブラつけてるやつもいるし、青いのもいるし、あら、青いのもいるし、金具巻いてるやつもいるしさ。見つけたらわーわーって。変質者だからね。ただの変質者。八つ墓村。あと、ろうそく頭に刺したやつね。祈りとかね。祈り、あー、あそこじゃね。まあまあ、祈りとかくしゃみもだいぶくだらないけどね。今1位で言おうとした、持ってっちゃったから。ごめんなさい。うん、ちょ、もう、でも、こうやってめっちゃろうそく立てて、こうやって。超ゆっくり走ってる。宗教と間違えられたからね。ほんとにね。うん、土手の管理人、土手の管理人みたいな。土手の草むらでみんなでこうやってあがめて、何をあがめてんのか分かんないけどさ。で、結局お前が生き返るっていう。で、上に走ってくんだよね。あれ面白かったね。あったね。面白かった、あれは。めちゃくちゃ面白かった。費用が安いって。うんうん、でろうそくしか使わない。聞いてなかった手で第1位発表するわ。うん。第1位は、くしゃみね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。2回目の反応。全然新鮮見ないから。クソみたいな反応。くしゃみはくだらなかったね、あれね。くしゃみくだらなかった。動画の中でも言ってたもんね、うん、フィッシャーズ氏は一番くだらない。くだらないね、ほんとに。あゆだよあゆだよ、かっ。でもあの次の日俺めっちゃ鼻通り良かった。そう、出し切った、出し切った。まあそんな感じですね。そんな感じだね。なんか意味もわからなく始まったランキングでした。まあってことで今回はナホくんがシルクの部屋に来てくれました。フィッシャーズご覧あれあれ。高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では、アデュー。バイト向かいます。くそ。